科学の進歩とともに日本男子のど根性はどこかへ行ってしまった。この連中は国のために命を懸けようという気持ちはこれっぽっちもない。常に自分のことしか考えない。まるでコンピューター。ねえ、そうでしょう川島博士。まあそれだけ世の中が平和になったということじゃろうて。平和？自分のことしか考えない人間がうようよしているこの世の中が平和だと。ジン博士、一体わしにどうしろというんじゃね。これは失礼。実はこれをロボット工学の第一人者であるあなたに。なんじゃなこれは。まあ、綺麗なスカーフ。ミリ、これは風呂敷というもんじゃよ。嘆かわしい。最近の若い者は風呂敷も知らんのか。まあ、かわいいテーブル。テーブルではない。これは参謀というものだ。参謀？まあ、これは超小型の電子頭脳では。うん、名付けて男の電子回路。男の電子回路？今の男たちから日本男子の心意気を科学的に取り戻せないものかと長い歳月をかけて作り上げた私の知恵と努力の結晶です。まさかこれを人間に移植しようというのでは。残念ながらまだそこまでは研究が進んでおりません。これはロボット用です。なんとな。ロボットにつけるんですか？ただのロボットではありません。とびっきりの優秀なロボットでないとこの電子回路に耐えられないのです。例えばジェッターマルスのような。マルスにこれをつけさせろというのかね。無理は承知。ぜひとも私の研究にご協力を願いたい。この通り。博士、僕を呼んだ？あ、お客さんか。おお、君がマルス君か。私は男の科学者ジン博士だ。はじめまして。いい顔しとる。君こそ男の回路の実験にふさわしいロボットだ。何ですかその男の回路って。俺だよマルス君。ジン博士、お帰りください。川島博士、この回路の実験は他のロボットを使えばいい。しかし優秀なロボットでないとこの回路は。はっきり言っておくが、マルスはモルモットではない。一つの心を持ったロボットじゃ。川島博士。ミリ、ジン博士を玄関までお送りしなさい。どうぞ。私はこうと決めたからには許しを売るまで帰りません。ミリ、さっさと玄関へ。はい。ん？ジン博士は僕に何を頼みに来たの？マルスには関係ないことじゃ。名前を。マルスには関係ないことじゃ。マルス、どうしたんじゃ。そんなものを振り回して。ジン博士のお土産です。何、ジン博士が来たのか。ロボットだからいいようなものの、人間だったらどうするんじゃ。大丈夫だよ。へぇ、ミリ、早く二人の刀を取り上げなさい。あにゃあ、恥ずかしい。見るな、見せ物じゃない。いいな、マルス。今後、二度とジン博士と会ってはならん。借りたものは全部返すんじゃ。なぜ？あの男は命を投げ出すことが勇気だと思ってるようじゃが、本当の勇気とはそんなもんじゃない。お前にはそんなことを気にせず、のびのびと育ってほしいんじゃ。パパの言う通りよ、マルス。あのジン博士はあなたに変な勇気を植え付けようとしているのよ。よくわからないけど、博士やミリがそう言うなら僕、もうジン博士とは会わないよ。そうか、そうか、ありがとうよ、マルス。マルス君。
きました。おお、もう全部読んだのか。感心だな。いえ、僕日本男子に向いてないと思うので読まなかったので。そうか、多分川島博士に言いつけられたんだろう。君のためになると思うんだが。あ、かわいい子ですね。私の妻と子だ。30年前火事で死んだ。え、火事で？ダメだ、ダメだ。ウルダー、もう手遅れだ。行かせてくれ。この中に女房と子供がいるんだ。お気の毒ですが、ダメですよ。下がって、下がって。危ない。下がってください。いや、何もしないで諦めるのか。今ならロボット消防隊がいるから助けられたかもしれませんね。昔だって助かった。ロボットがいなくても、消防服や防毒マスクがなくても。どうしてですか？私がいい見本だ。ジン博士が？私は生まれて間もない赤ん坊の時だった。坊や！坊や！あ、赤ちゃんが、赤ちゃんがいるんです。助けてください。坊や！一度死にかけた子は長生きするっていうぜ。お待ちください。せめてお名前なりと。名乗るほどのものじゃありやせん。ごめんなすって。昔はそういうかっこいい人がいたんですね。母親からその話を聞いて、私は夢中で命の恩人を探して。見つかったんですか？その人は大手飛車取り一家の三代目親分になっていた。親分って？会社で言えば社長だ。偉いんだな。私は親の反対を押し切って大手飛車取り一家の子分になった。日本男子の鏡のような切符の良さを持った親分も病気には勝てなかった。親分が死ぬとたちまちのうちに大手飛車取り一家はバラバラになってしまった。私はたった一人でみんなに出ていかないように頼んだが、結局虚しい努力にしか過ぎなかった。大手飛車取り一家は解散し、私は大学のロボット研究室に入った。親分の心意気を何とか科学的に作り出せないものかと考えた。それで長いことかかってあの電子回路を作り上げたんですね。しかし実験がこれ以上できなくては研究はこれでおしまいだ。あの回路を組み込んだらその親分みたいな人になれるの？もういい。これ以上川島博士に迷惑はかけられない。ジン博士、お願いです。僕を実験に使ってください。マルス君。僕、その親分という人みたいになってみたくなったんです。本当か、マルス君。ありがとう、ありがとう。何？マルスがジン博士の家に？なぜ今まで黙ってたんじゃ？だってパパは心配してた。バカ者の目、マルスの体に妙な電子頭脳を取り付けられたらどうするんじゃ。急ぐんだ。はい。もっとスピードが出せるのかい、ミリ。前が使えててダメだわ。仕方ない、近道しましょう。なんじゃあの連中は。自分のことしか考えない不届き者め。かかりき。パパったらジン博士と同じこと言ってるわ。ミリ、急がんか。はい。助けてくれ、誰か。大変だわ、今の暴走車で事故が。メルチ、おいで。ミリ、早く行かんとマルスが。でも、このまま放っていけます。すぐ片付けますから。マルス君。
せ。おお、その目の輝き、男の目だ。親分にそっくりだ。親分。親分？これこそ待ちに待っていた親分の生まれ変わりだ。そうか、おいらは親分になるぞ。あっしは今日限り科学者から足を洗い、親分と共に大手シャトル一家を立派に立て直しやす。ジーン博士。いい。男の道は辛くて険しいが、必ず見つけような男の花道を。親分。大手飛車取り一家って書いてあるけど。大手飛車取り一家？はて妙じゃな。確かここだったはずじゃが。兄ちゃん。ええ。ジン博士。これはこれは川島のお揃いでおいでなせいやす。マルスはどこにいるんですか？少々お待ちを。親分、親分。おお。マルス、なんじゃその格好は。歩き方まで下品になってるわ。歩き。マルス様、大手シャトル一家の四代目を襲名なさいやし。四代目を襲名？じゃあ親分。ジン博士、まさかマルスにあの電子回路を取り付けたんでは。ご覧の通り大成功でござんす。さすが科学省のピカイチロボットだけのことはあるでござんす。わしに無断でよくもそんなものを。さあマルス、帰りましょう。嫌だ、僕は親分だ。ここで引き下がったらマルスの男が去るんだ。なんじゃと。マルス。男が一旦引き受けたからには、大手飛車取り一家のために命を懸けさせてもらいやす。ああ、こりゃまるでヤクザ映画じゃないか。どうぞお引き取りください。マルスは立派に男になって故郷に錦を飾らせてもらいやす。うわあ、マルス。マルスを男にしてください。何、あのロボットを立ててよ。うん、しばらく厄介になるか。四代目。若親分。君たちは？ブルーとブラックというケチな野郎でござんす。弟子とも大手シャトル一家の子分にしていただきたいと思いやして。若親分の男心に男が惚れた次第で。ケチだろ。ロボットがヤクザの親分になるとは何事だ。科学省の歴史、いや日本の歴史、いや世界の歴史始まって以来の大問題だ。どうも監督が行き届きませんで。いやいや、担任教師としてわしの教育か。目も僕ない。責任は科学省長官たるわしにある。そこで科学省の責任においてマルスをあのジン博士の家もろとも爆破する。そんな乱暴な。しかしあの屋敷には日本中から指名手配の凶悪犯人たちが集まり出しとるんだ。いや、まあまあ長官、その前にマルスを説得するチャンスをこのひげ親父め。お控えなすって、お控えなさって。手前小国を発しませるところ、江戸でござんす。抜きだ、子分になりたかったら中へ入んな。ごめんなすって。私の子分になりたいというのはあんたかい？マルス、わしじゃ。ひげおやじ先生、どうしてここへ？マルス、目を覚ますんじゃい。お前のしていることは日本中からならず者を集めておるだけじゃい。ならず者じゃないよ、みんな僕の子分になりたいって。と言ってうまく祭り上げられて騙されておるのがわからんのか。これとにかくだけど、男と男の約束だもん。簡単にはやめられないよ。とにかく川島博士のところへ戻るんじゃ。ささ、いやいや、さて。待てこの野郎、どうもおかしいと思ったら若親分に妙な知恵出やがって。いや、バレたら仕方がねえ。暴力は好かんが、降りかかる火の粉は払わねばならぬ。ってかっこつきやがって。痛い目にあっても知らねえぞ、この野郎。いやー、かっこつき。やめなよ、そんなひどいこと。おとといきやがって。おとといせろい。覚えてろ、こんちくしょうくぬかなら。マルス、戻っておいで。親分、追っ払ってやりやしたぜ。これに懲りてもうこれでやんしょう。やめろって言っただろう。僕の言うことを聞かないとお前たちも追い出すぞ。親分と子分の縁も切るからな。どうしたんだい、二人とも。私たち今若親分に見放されたらどこへも行くあてもないんでやんす。また元の宿なしになるってやつ。若親分、明日たちもお願いしやす。兄たちを見捨てねえで、おくんなせ。分かったよ、心配しなくてもいいよ。君たちを見捨てるようなことはしない。僕は男だからね。ありがとうございます。若親
親分頼りにしてます。よだれねひどい親分。銀、一体どうしたんだ。表に警官隊がびっしりと。シャツの手入れか。まずいでやんす。マルス、マルスよく聞け。お前がかくまっている連中はいずれも札付きの悪人ばかりだ。マルス、君は悪人を子分にして親分などとおだてられ、それでいいと思っとるのか。この家の周りは科学省のロボット部隊が取り巻いている。もし悪人どもをどうしても引き渡さないというのなら力ずくでも踏み込んで引っ捕らえるだけだ。君たち本当に悪いことをしたの。申し訳ありません。つい出来心でコンピューター会社の金庫を破って。それじゃおめえたちは指名手配になっている犯人か。そうなんで、つい言いそびれちゃって。もう二度としませんか。たとえ悪人でも僕を頼ってきてくれた子分はかばってやらなくちゃ。赤親分、それじゃ僕は男の意地をかけて君たちを守ってやるよ。親分、いいんだよ、これが男の生きる道だよ。もう時間だけ待とう。もし悪人どもを引き渡さないとロボット部隊に攻撃させる。待ってくれ、わしがマルスを説得に、あの回路を外してくる。博士、今近づいては危険ですぞい。潮時だから退散しようよ。おい、みんな、ここは親分に任しといて、俺たちは裏からずらかろうぜ。ブルーブラック、なんていうことを言うんだ。男が命を懸けるときは今なんだよ。話せ、そんな簡単に死んでたまるけ。若親分、よしなせ。男は散り際が肝心ですぜ。うん、わかってるよ。ロボットなんか弱ぜ。それじゃあ僕をボディーガード代わりにしてたんだな。当たり前だ、誰がロボットの子分なんかなるもんか。みんなマルスをやっつけろ。よくも騙したな、男の風上にも置けないやつ。これはいかん、出血がひどい。しかし幸い弾は急所を外れてるよ。すぐ病院へ運ぼう。いい博士、しっかりしてください。マルス君、わしの男の電子回路は失敗だった。早く電子回路を外してもらいたまえ。おお、気がついたようじゃな、マルス。マルス、スイーテン。
僕はジン博士に電子回路を取り付けてもらってどうしたんだろう。あら、マルスったら全然覚えてないの？あの電子回路のせいでジン博士は怪我をしたが、すぐ手当てをしたから命は取り留めた。そうだったの。僕、ジン博士を見舞いに行ってきていい？うん、いいじゃろう。この電子回路はお前から返しておいで。男は散り際が肝心か。あ、なんてこと！ジン博士！マルス！ダメだ、エネルギーが！マルス！マルス！マルス君。モルモット代わりにした私を君は命がけで救ってくれた。ジン博士、これ男の電子回路か。こんなもの。ロボスイング、それはロボットのボクシングのことです。マルスはチャンピオンのジョー・アスナロと友達になりましたが、試合で怪我をしたジョーにワルの一味はマルスの首を奪うように命じました。迷った挙句ジョーは。次回、ジェッターマルス鉄腕ロボットジョーをお楽しみに。